皆様こんにちは、ストリートファイター6の実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょう。プレス A2 ボタンでございますけれどもですね、まあ皆様あえて自分がね口に出さなくても知ってると思うんですけれども、まあ自分がすごく好きな世界三大飲食チェーン店あるじゃないですか。で、まあね、3つ別に挙げなくても皆さん知ってるでしょうけどね。まああの店とあの店とあの店ですけども、まあそのうちの一つでありますね。まあ日高屋に今日行ってきたわけですよ。日高屋ね。まあそのどこにでもあって、で、いつも期待している味を提供してくれる、まさにチャイナオブチャイナと言ってもいいような中華料理チェーン店ではありますけれどもですね。まあ今日、最近のマイブームであります、片焼きそばと餃子3個。餃子3個とか言っちゃった。餃子3個というこの組み合わせ。まあ、それをね、頼んできたんですが、まあ、めちゃくちゃ美味しいわけですよ。日高屋の特徴としては、なかなかチェーン店では得られない野菜が結構多めに摂取できるっていう、これ強みですよね。これ。あれ？これ。あれ？あーですよね。さあ、対戦やっていきましょう。そう。でね、その日高屋は野菜がいっぱい摂取できるし、まあ美味しいしっていうことで噛みしめながら食べてたわけですよ。でもですよ、思ったんですよね。人間っていうのは現状に満足しているとそこで成長が止まってしまうものなんじゃないかなということですよね。で、特に日高屋なんていうのは安めのチェーン店ですから、安めのチェーン店でいくら美味しいからってそれがもう最高に美味しい、人生最高の時間だと思っていたら人生やっぱダメなんじゃないかなって自分に強く言いましてね。で、もりもり食べながら、いやもうこんなのもう全然美味しくないとは言わないけど、もっと美味しいものいっぱいある、もっと高くて美味しいもの食べれる人間になるんだ俺はって思い込もうとしたんですけど、まあ無理でしたよね。いやでもダメだ、日高屋うますぎるみたいな。もうね、本当に口からよだれびちゃびちゃ出しながらね、食べながらね、泣いてましたよ自分は。ダメだ、日高屋うますぎる、なんて罪深いんだって思いましたね。次回はスシローでそれをお送りしますんで、乞うご期待というところでしょうか。スシロー、あ、今日もね、すいません、ランクマッチを、ランダムキャラ選択で3戦やってまいります。5戦でした。あれ今日おかしいな、なんかテンションおかしいぞ。なんかね、竜、アップデート直後が、インターネットに、かなりいろんなね、テクニック載ってましたけど、なんかまあいいやと、竜だしと思って。ほとんど見てないんだよな。だから、破傷撃が、だから、使いやすくなった。これで、プラス2か。でも離れちゃうんですよね。で、中は、プラス2。離れちゃうんですよね。ただ出し切ってもいいのかもしれませんね。そうですね、中中から破傷撃で、だからそうか、ちょっと、ちょっと竜やりたいな、ちょっと竜やりたいな、恫喝、ちょっと竜やりたいな。まあマノンでもいいか。さあ頑張っていきましょう。ああ、ってのかな、ダイヤじゃん。勝てば、このマノンに勝てればマスターですよ、これきっと。マスターに勝つとすげえポイント上がるんですよ。ほい、ほいと。消えます。ああ、急に来た。ストレス、ストレス系のね、スーパーアーツを打ちまーす。はーい、足が長い。いくらねジェイミーが美形と言われていても、足の長さマノンは何と言いましてもモデリングでございます。はい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 、変わったコンボだーって。ラッキー、ラッキー、
やりすぎた。中盤ラッシュ。相手の方よく見てましたね。でもあなたはまだマスターにはなれませんと。自分はねマスター代で戦っていけてはいませんよ。だがマスターの門番はやらせていただいておりますよ。おいしい、おいしい。これでもいいですよね、なんか平和なコンボ。チャーユーケーン。でもこの新昇竜拳っていうのはアッパーをするタイミングで膝も入れてるわけですよね。恐ろしい技ですよ。でも体に電気をまとってることによって相手の方のその体中から体中のなんて言うんでしょうね、レントゲン図みたいの見れる状態になってるじゃないですか。わかります？骸骨が見えてるじゃないですか。で、まあ、言うてね超必殺技ですよ竜の。もうほんと全身全霊を込めた技なんだから、まあ、ちょっと骨にひびぐらいは入ってほしいところが透けて見えることによって、あ、意外と竜そんな大したことないのねっていうところがちょっとねバレちゃいますよね。非常に恥ずかしいこと。ゲージだけ入って食らいましたね。え、どうしようこれ。どうしよう。さっき送らったこれ。いやなんかねペースが噛み合わないですね。ザンギエフってもともとやっぱちょっと特殊なキャラなので、急にやれと言われてもね、どうすかなね。やっぱそのさすがにマリーザの方がやりやすくはあると思うんでね。やっぱ駒投げにビビらせるみたいなところにまず行かないとダメなんですけど、行かないな。何も起きない。モダンプレイヤーの方ってがむしゃらだから、その1個これをって決めた時にそれをやり続ける意志力みたいなのありますよね。で自分はザンギエフザンギエフあーみたいな思い出す前に負けてしまいますよね。特にマリーザはこここのぐらいまで入るとチュー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 って自動で出てくるし、ジャンプしたら自動で技名忘れましたが波動 P を溜め始めましたからね、始めましたからね。でなんかもうあああってなっちゃいますね。すごいですよこのね、ランダムでやってると毎試合ああですからね。あ、でもジュリはジュリはラッキー。え、いきなりラッシュしてもいいのかな。悪くない。安いが、はい、急にね。まずいですよ、ご飯ですよ。やばい、間違えてる。こう打っちゃいましょう。そうですね、相手の方はもう一投げもしくは打撃ガードっていう選択肢は取りづらい時だったと思うんで、マラッキー近かったわそれはないわっていう距離でしたね。めっちゃラッシュするじゃん。もうバウンドしてもずっと自分のターンって感じですね。いやーラッキー。あ、どうしよう。ラッキーすぎる。これでやられた。最低の戦い方。あんなにジュリアったのにこんな短期間でね、ただのランダムで引いて間違えて引いちゃったキャラの一つになってますね悲しい相手の人も浮かばれませんよねこれね。まあでも2勝ですよ、2勝。なんかこう
ふわふわインパクトとふわふわ投げ。前の方がランダム使えてたとは思いますよね。ちょっと一時期キャラを絞ってやっちゃったから、その間にこう各キャラの強さっていうのは落ちてしまったっていうのはありますよね。あ、でも竜引きたいな。今キャラクター数何キャラでしたっけね。あっ、ああ相手か。あっ、ああ違うわ。何回びっくりしてんだよ。いや、だから竜は相手の方ですから知ってますよ。お、なんか楽しそう。いてていててスワイスワイ。まずいわこの人。くっしーからのパンポンパン。なんかされるんじゃないかと思ってついガード固めてしまいました。最悪だ。助けてくれ。おーりゃ。どうしよう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 。なんで OD で撃っちゃうの。だからゲージなくなるのに。なんで OD で撃っちゃう。変な戦いだ。立ち巻きで未逆。めんどくさくなっちゃったね。とどーだーん。ありがとう。ダメだ、シューリンが出てくんない。あ、この回転が早い。シューリン、なんでオーディで撃っちゃうの。なんで鬼で。いてて。怖いんだよ。ビシャチ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 ャ。相手の方1ラウンド目のあの強さどこ行ったんだ。めんどくせーみたいになっちゃってましたね。嫌になっちゃったね。わかりますよ。よかったです、弱になっちゃってくれて。絶対自分より強かったですからね。すごくないですか今の試合。よーく見返してみてくださいよ。ソニックとブッパしかしてないですからね。サマーソルトシェール2勝1敗。いいことあるよないよ。どうしようかな。チュンリーか。1コンボしかできませんからね。スピニングランシャー。チュンリーらしいこと一切できません。コパで暴れちゃう。ガードされたマイナスフレームです。ラッキー。いい、そうそう、ブッパしてくれ。ブッパされても果敢が分かんないですよね。メッキ剥がれてきた。どうする。変なところでぶっぱしちゃった。乗っていきます。まあこれはいいや。で2回ぶっぱします。ファンキーズライサーどうするんでしたっけ。ファンキーズライサーじゃないか、中段の方か。なんだかラッキー。
い、ペイ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 、ペイペイ、行くわよ。あ、間違えた。マシンガン張らない。あれ？ぽい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 ですよね。あれ？なんかおかしいな。イエーイ。それっぽい。それっぽい。ラッキー、ハザン。あ、今絶対ガードできた。どっか行ったマシンガンラッパパー。暑い夜からの寒い夜。ケツ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 。あ、ちょっとエッチなボディタッチ好きだぜ。さあ2勝2敗となりました。いつものこと。まあ今ね、1ラウンド取れてるだけでも謎な試合でしたからね。マキシマム、どうしましょうか。最後ぬか喜び、ぬか喜びっていうか、なんか期待してるようないいキャラを引く可能性っていうのは低いわけですよ。だから最初から JP とか来るっていうことを想定しておかない。ダルシムとかね、そう、こんな時こそダルシムですから。チン、ショーユーキャン。ダルシム大丈夫だよ。ダルシム来ても大丈夫だよ。別にビビりません。ジェイミー来ても大丈夫ね。酒飲んで酒吐いてと。ダルシムも火を飲んで火を吐いてと。マリーザとか意外に来ると嫌かもしれませんね。しゃがみ中盤にラッシュキャンセルで中継からのいつものコンボ。うんうんうん、大丈夫大丈夫、心の準備できてる。ラシードなんかも困りますよね。まあでも、はい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 、うん、オッケーオッケー。さあ誰でもかかってきな、勝ち越してやるぜ今日の動画。まあちょっとね、その今 PC 周りをいじってるわけなんですけれども、もう一気に買い替えたわけですよ。でもね、これらが全部しっかりと設置された暁には相当気持ちいい環境になるはずなんですよね。思ったらちょっと強くなりすぎちゃうかもしれませんね。よし、お、はいはいはい、なんかね、ボクシング、あ、やばいやばい、エド来たらやばい、いやいや、ダメだ、大丈夫大丈夫大丈夫、あ、おら、あ、いやらしいだ、はいはい、ホイのホイのホイね、はい、ホイのホイ、はいはいはい、ホイホイホイ、落ち着け、大丈夫だよ。なんかありそうだけど、なんでそっちが暴れんの？安くない？ねえ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 、こんなの積み重ねて葛藤っていうのはかなり厳しい気がしますよ。これ有利ですよね、ガードさせて。いい、全然いい、できることは少ないんだから。いきなりいっちゃうしね、打っちゃうしね。安いコンボも入れちゃうよ。これしか知りませんからね。はいはいはい、ボードしますか。やべ、どうする。安いけど、安いを積み重ねて勝った、勝ったぞちょっと待って、
いやでもなんかラシードも結構ほらね、最近のカプコンカップで上手い人がいっぱい使ってたじゃないですか。で、なんか見てたんですけど、要はだから長いコンボとかありますけど、その手前とかで止める、ちょっと高いけど安い、ちょっと安いけどゲージ回収などもいいようなコンボとかも多分あると思うんで、あれなんかちょろっと練習してみようかなと思ってたんですが、そのままなってましたけども、まあまあでもラシード、まあまあまあラシード、相手の方がね、うわラシードやだな、よくわかんないなっていう気持ちを抱えてくださっているから、なんか自分が使えてなくても、その使えてないことがバレないうちに勝ててる時みたいなのありますよね。感謝、よかったです、ちゃんと繋がった。というわけで今回もね、終了させていただきたいというふうに思っておりますけれども、まあ、ちょっとねここのところあんまりこうなんて言うんでしょうね、パッションが足りない動画が多かったので、ちょっとパッションだけでも、技術はなくてもパッションだけでも注入していきたいというふうに思っております。パッション注入マッチ、ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。